国民の皆さんの中において疑念が広がっていること、これは深刻に受け止め、危機感を持っています。適切なタイミングで適切に対応を考えていきたいと。国民に疑念を広げた政治資金をめぐる裏金疑惑。岸田総理は安倍派の中枢を担う5人衆を含む15人すべてを更迭する考えで、安倍派の一掃に踏み切るとみられています。渦中の一人で1000万円以上もの収支報告書未記載が報じられた松野官房長官に対しては、今日立憲民主党から不信任決議案が提出されることに。あのポストに松野さんを置いているのは、これはもう国益に損すると判断いたしました。これを受け松野官房長官は、本決議案についての対応は国会でお決めをいただくものであると考えていますが、私としては与えられた職責を果たしてまいりたいと考えております。またその他の安倍派議員にも厳しい目が向けられています。与党、自民党の政策責任者を、務めるということが適切かどうか、ご自身の進退へのお考えをお聞かせください。今回のことが原因で閣僚やあるいは副大臣等がお辞めにならなきゃならない事態となるとすれば、私は政調会長の責任も同等に、またそれ以上に大きなものがあると思っております。人事は総理の専権事項でありますけれども、出生進退については自分で決めたいと思っています。清和会の幹部役員の一人としてですね、責任を感じているところであります。捜査の状況もありますので、それも見ながら私自身はいずれかの時点で、適切な時点でですね、しっかりと説明をしたいというふうに考えております。安倍派だけでなく岸田政権にも大きな影響を及ぼした裏金疑惑。一方 SNS ではこんな疑問も。政治家の裏金はキックバック含め金のやり取り自体は違法ではないんじゃないの？そもそもなんでこんなにお金が必要なんだろう。裏金やキックバックは悪なのか、なぜ政治にお金が必要なのか、黒シャツこと石橋文人さんと考えます。ではゲストをご紹介します。元産経新聞の政治部長で安倍派を長年取材されており、連日の報道が本質をついていないと指摘されている石橋文人さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず石橋さん、この連日の報道どのように受け止めていますか？いや私も安倍派政和系をずっと長く取材したけど、ここまでバカだったのかと、まず言わないといけない、政治資金規正法っていうのは政治家たちを自分たちを規制する法律っていうことは抜け道だらけなんです、きっちりやりゃ抜け道だらけのやつをわざと違法の行為をして立件されるようにわざとやってんですか、あんたたちはみたいな話で、基本的にもざっくり分かりやすく言ったら、政治資金規正法っていうのは入りのグロスの金額さえきっちりやってたら、あと多少間違いがあっても訂正で済んじゃう、立件されることない。で入りをわざわざ削ってね、裏金って作る必要がないぐらい裏金を作りやすい法律なのに、まずそれ何のためそんなことやってたんですかと。でもっと言ったら、そのキックバックって言われてるけど、例えばパーキングをいっぱい売った人に派閥側がよく頑張ったねと言って政治活動費多めに渡すって別に違法でも何でもない。だからその全部の金額のグロスの金額の入りを書いて、頑張った人にはね、派閥側から活動費としてその政治資金報告書に書きなさいよと。やってしまったらおしまいの話なのに、わざと事件化させたんですか、この人たちは。一応その石橋確認として、石橋さんのスタンスとしては、その裏金を作りやすいとされる今の政治資金規正法のあり方みたいなのはそもそも問題だっていうことですね。問題だとまでは言わない。けど、じゃあそのからくりを言うと、入りさえ全部グロスで出してて、裏金にしたい、領収のいらない金にしたいって言ったら、
政治家本人が組織活動費とか選挙関係費っていう形でボンと1000万とか切り出したら、そこから先領収いらない、だからグロスさえ入りのグロスさえちゃんと押さえておけば、押さえておいたら政治家は使い方は自由なの、ほぼ自分の名前で領収を切っちゃったらね、1000万切っちゃったらその1000万そこから先を、しかもねこれは結構あの憲法21条あの言論表現の自由じゃなくて結社の自由に保護されて、当局も政治家が切り出した資金に対してはなかなか突っ込めない。なるほど。だから昔あの自由党、小沢一郎さんの自由党と民主党が合併する直前にね、自由党の今亡くなっちゃったけどあの藤井裕久さん幹事長がやってて、その後民主党政権で財務大臣もやってましたけどね、あの人のやつは自由党の金、政党助成金が 大半なのに15億円を2回にわたって藤井裕久さんの名前で切り出して行方不明になったと。それで自民党が当時野党だったから追及して覚えてないと、ひたすら言ってそのまま立憲免れた、そんぐらいザルの法律ですよ、そこはね、私も政治家なのでまさにあのこの法律と付き合ってきたわけですけど、おっしゃるように政治資金規正法ってもうゆるゆるの法律で、しかも抜け道だらけなんですよ、でこれに引っかかるっていうのはもうようそんなことしたなぐらいのレベルですよね。わざとじゃないかと思います、ね、だからもうわざと裏金を作るようなことしなくて、一応記載をすれば基本的には違法ではないという、まあ、まさにゆるい法律なんですよ。で私は政治資金、今の政治資金規正法は良くないと思ってるから、そこはちょっと立場違うかもしれませんけど、少なくとも今の法律上はそう簡単に違法にはならないような法律を作っときながら、そこにわざわざこう引っかかることしたっていうのはすごいですよね。しかも立件されるわざと立件されたかったんですか、みたいなことをやってる、これじゃあそもそもなんで記載しなかったんですかね。謎なんですよ。だから分かってなかったんでしょ、長年の慣習を。でもね、普通ね、僕が言いたいのは政治資金規正法と公職選挙法っていうのは政治家の政策を握る法律だ、なぜかというと政治資金規正法の不記載とか云々、立件されても大体罰金刑なんだけど、一緒に公民刑停止がする、ということはもう政治家としては死を意味する、公職選挙法 もそう同じですけどね。だからこそ政治家と政治に携わる秘書、こういう人たちはこの2つだけは徹底的に勉強しないといけないのに、わざと立件してくださいみたいなことやってるから僕は信じられない、でもそこはその通りで、もう本当にこの法律っていうのはゆるゆるなんですよ。これに引っかかろうと思ったらわざと記載せずに、記載しなかったことを組織的にやったことを検察が証明ぐらいしないと処罰もしにくい法律なんですよ。もう今回はある意味ようこんな組織だっておそらくですよ、もう本当にどうぞみたいな感じの行為ですよね。で一番大事なのは全部の理由さえ出しといたら、自由なのにそこを隠すってこと自体がいかに勉強不足か。これ石橋さん、はい、だからこれ誰が悪いってことになるんですか。それ清和会の、ね、もう亡くなってるけど細田さん、それとか会長と基本的にお金を統括する立場である事務総長、彼らがきっちり監督してなかった。ただで立件されるのはおそらく会計責任者なんです、法律上はね。そこにどんだけ政治家が関与して是認してたか、ね、あの共謀してたかって部分をやらないと政治家の立件まではいかない、これ泉さん、その先ほどちょっとお話出ましたけども、この法律についてはもう必要なものなんですかね。いや私はそもそも、私は企業献金もなしで政党交付金で315億円も出てるんですから、はい、もうそれでやればいいという考え持ち主で、日本の場合はすごくて、国会議員も世界で類を見ないたくさん給料もらってて、おまけに政党交付金もフランスの3倍もの315億円取ってて、おまけにいわゆる献金も、まあ、一周いっぱいもらってて、おまけに裏金だから、こんなあっちもこっちも取りまくってるって日本ぐらいちゃいます か、そういう意味ではもうちゃんとお金について2つあって、そこのルール化をもう一回測って、少なくとも透明性、ちゃんとそこはまあ測っていくのは法整備は当然必要だと思いますけどね。私はそこでも法整備ももちろん重要ですけど、やっぱその実務的な運用のところでもう全部献金みたいな、パーティー券の購入 もう全部これは電子マネーでやるんだと。そうです、だから、ね、現金のやり取りされるから記録に残らないわけですよ、ね、基本的にも他の国も ほとんどもう、あの全て電子化していってるんで、日本ぐらいでしょ、もう現金で認められてるのは。だからそこはもう、まあ、例えば国民なんてもうあれもこれも細かい
お金も全部つけて、うん、申告する状況ですから、まあ、その政治家も動くお金は全て透明化を図ったエリートと私は思いますけどね。でもその政治家が法律を作ってるから、その自分たちにとって抜け道になるところは変えようとはしないですよね、うん、だから政治家が変えなかったら変えられるのは今回の検察が捜査の形で入るか、うん、あとは国民がまさに選挙とかで、まあ、選び直すとかいうことでしょうね。これ石橋さん、先ほどおっしゃってたその関与してたかどうかっていうところは、検察はこれ突き止めることって可能なんですかね。政治家がその会計責任者との関与っていうのは、だからそこが一番の焦点でしょ、うん、会計責任者だけがやられてしまってと、うん、だから論点としては処罰できるか否かっていうのは証明がいるから、うん、だから立件できるかどうかっていう意味では、今回の安倍派がある意味よくここまで分かりやすいことをやったなって形だから、ある意味今回の安倍派は立件の可能性はありだと思うんですよ。でそれとは別に単に違法というレベルだと、これは実は安倍派以外も不記載の件は他もありますから、本当に違法かどうかでいうと違法だろうけど、それを立件できるかというと金額が少ないとか、もううっかりミスという言い訳が聞いたりできちゃうので、ざる方なんで、だから実際の立件はやっぱ安倍派かなと私は思いますけど。例えばその収入の部分でいうと今いろいろ議論がありますけど、じゃあその支出の部分、やっぱここも改革しなきゃいけない部分っていっぱいある。それを言うとぜひ言いたいのは、皆さんねよくね政治にお金がかかると言うけど、じゃあ何にかかるのかという問題なんですよ。本当に政治がその立場で方針決定するのに手元にお金がいるのかというと、私はそんなにいると私は思わないので。江戸さん国会議員もやられてた、国会議員やってました。お金がいらないですよ。市長やってたってお金いらないですよ。で選挙だってお金いりませんよ。マイク一本で訴えてやればいいんだから、別に選挙に金がかかるというのはかけとうだけやし、政治に金がかかるというのは本当にそこまでいりますかと思うので、ゼロは無理やけど、そんなにあれやこれやせなあかんほどですねお金がいると私は思わないけど、まあ、泉さんの強い人はいいんでしょうけど、でも、ね、まあ、まことしやかにさ衆議院の選挙区だと1億2億とか言うじゃないですか。言いませんよそんなので、みんな言ってるよ議員さんとか。いやそれ嘘っていうか、だ嘘なの、違うん、どこに使うんですか。だって使い道ないですやん。いやチラシ作ってその全ての家にポスティングしたところで、まあそんなびっくりするかからないですから。石橋さん、なんでじゃあ相場そういうふうに言うんですかね。それはまず選挙区で市長を雇って、うん、さっき言ったようにポスター貼ってうんぬんっていうのを徹底的にやろうとしたらそこそこはかかりますよ。ただ、まあいろいろ政党助成金うんぬんあるから、一人の本人の政治家としては3000万から5000万かな。東京都とか神戸とかの選挙区と、また北海道7区とか8区とか、うん、そこがこう同列に扱われて政治資金の議論されるのは、まあ、ちょっと不公平のような気もしますけど。でもよく言われるけど、地元で市長が何するかですやん、うん、葬式回ったりいろんな企業回りをほんまにせなあかんのですかって感じで、うん、政策を語れと私は思ってるから、うん、まあ、政策がないから、うん、そういうふうに顔を見せたりするんだって。でも仮に3000万から5000万かかるとしても、それは議員歳費とそれから政党交付金十分賄う。で政党からもお金来ますから、ちゃんとお金は各政党。これ石橋さん、政党からお金が来るっていうのは、これ議員によっては全然違うものなんですか。それは役職とかによって多少違いますよね。やっぱりその例えば若手ですと全然お金がそこもらえないと、だから自分はノルマを達成しなきゃいけない、キックバックをもらえないといけないっていうような考えに至ることってあるんですか。いやそれはね、うん、パー券の売りやすさだと思いますよ、うん、だってある程度ね、ベテランクラスになったら派閥のパーティー券を売るよりも自分の政治資金パーティーのパー券を売った方がいいじゃないですか。ところが若手はね、若手は自分でパーティー開くんですとか、舐めてんのかと言われかねないから、派閥のノルマがきついんですと言って売った方が売りやすいと。でいっぱい売った分はちゃんと派閥が戻してくれると、この枠組みだと思う。でもそれはそれでいいけど、公正に全部出せよって話なんです、僕が一番言いたいのは。そういった方々かなりかわいそうじゃないですか。だってそのミキサイにしろって言われてるってわけですよね、支持としては。そこがはっきりしないから、ああもう総さんに直結しちゃうけど。かわいそうではないでしょ。かわいそうじゃないですか。そんなの、そんな企業がお金出すから。でも少なくとも、派閥から、ね、受け取って、そのようにね、これは領収書いらないからとかね、処理してるからみたいなこと言われて受け取って記載してなかったら、ある意味そのいわゆる組織活動費って形で幹部が切り出して渡してくれて、それを載せたらなんだこの金はなっちゃうからね、はい、っていうのでかわいそうっちゃかわいそう。まあ、でも無派閥でパーティーなんか一回もやらずに議員活動を立派にやってる人たちもたくさんいて、別にその中には別にそんな有名じゃない人たちもいるわけだから、そういう人たちの存在がある以上はまあ派閥に入ってやるっていうのは、まあそれは自分の議員の選択としてそうしたわけだから、
まあ、でも人事とかいろんな意味では派閥がやっぱり実際には効いてるわけだもんね。だからおっしゃったように互助会なんだよね。だから、ね、でも逆に派閥が推薦するから適材適所じゃない大臣の待機待ちになっちゃうから、国民からしたらちゃんとした選んで人をしてほしいのに派閥の力でなってる状況が今現実だから、さ派閥なんてもなくなってんちゃいますか。派閥っていうのは立憲民主党にもあるようにある程度のグループはできるんですよ。ただ自民党の場合はその中選挙区時代っていうのは自分を総理になるためにグループを集めてそいつらの面倒を見てっていうのが中選挙区時代の派閥じゃないですか。で今は派閥にそんな力はほとんどない。昔はそれこそ閣僚から推薦から何から金の面倒から全部派閥で見るみたいなのが中選挙区時代、その田中角栄とかいた時代の、はい、だそれはそこまでなくて先ほどおっしゃった通り互助会機能しか残って、でも互助会っていうのはじゃあ何だって言ったらこうやって政治資金規制法っていうのはクリアしないとダメなんですよと、公職選挙法は ここに注意しないとやられちゃいますよ、うんぬんっていうノウハウを教えるところなのに、その派閥自体が率先して間違ったことをやってたら同情しようがないですよね。そうですね、これまでは互助会機能しかないと思われた派閥っていうのもある種弱体化したんだと多くの人が思ってた一方で、今回これだけの、まあ、リアクションが社会から世論からあるっていうのは、いややっぱり派閥単位でそういう裏金を作ってたんじゃないかみたいな、その派閥というその構造に対するものすごい反発であるとか、ある種の闇の部分みたいな、いやそれとなんかそこが大きいんじゃないですか。思うのはやっぱこの10年20年で、うん、僕らサラリーマン、うんとか事業者たちの見えない金ってほとんど可視化しちゃって、うんね、そうそう、昔はね、うん、それこそ領収書をね、うんうんうん、3を8に変えたりとか1を4に変えたりとかね平気でみんなやってた時代がもう今そんな一切できないし、うん、でマイナンバーで、ね、僕が講演を受けて番組に出ても全部明らかになるから全部申告するし、みんなその見えない金がなくなってイライラしてるとこでこのニュースが出たら、ね、保守系の自民党支持者さえ怒ります。いやいや裏金なんだから、うん、じゃあちょっとこれ気持ちって言ってここ渡しやすいの で、うん ですね、それを自分地元議員に渡すとか政和みたいな裏金の作り方を作しなくても十分作れちゃう世界だからね、うん、でやっぱりある意味現金決済の多い世界ですわね。それだけでちょっと僕らはもうほとんど現金決済がなくなってきてるじゃないですか。でもやっぱ永田町っていうのは現金決済が多い。だ少なくとも現金決済やめて国民と同じように全て透明化ぐらいは今回の景気でやっぱりや最低限やる必要あると思いますけどね。これは一部の議論の中でその今20万円以下であればパーティー券の購入についてはこれは名前も住所も出ないわけですよね。献金は5万で出るわけですけど、この矛盾とそもそも20万円以下いやこれは全部出すべきなんじゃないかって意見も最近よく見ますけど、このあたりはどうですか。いやでも20万円以上のやつのねパーケンの義務はあるけど、うん、でその神戸学院大学の教授が調べたのを、うん、例えばなんか業界団体の政治団体、これは収支報告書を出さないといけないからそれと帳尻合わせただけで、企業がパーケンいくら買おうと絶対分かんないですよ、うんうんうん、そこももうブラックボックス、うんうんうん、一応法律では20万とか150万以上のことね、うん、あのパーケンを絶対買っちゃいけないとかあるんだけど、うん、企業が買った分に対しては全然分かんないじゃないですか。名前書いてます、うんうんまあ、ブラックボックス。これでも難しいですよね。僕個人的にはその名前を全部出さなきゃいけないっていう意見にはすごく反対なんですよね、うん、個人の政治信条みたいなものっていうのはう、ね、やっぱり別に必ずしも常に表に出さなきゃいけないものではないと思いますし、ただそのクリーンな流れにするっていう意味で例えばそのやっぱり、まあ、収支報告書には別に1円だろうが2円だろうが名前も住所も載っていいと思う、それが表に出ないようなそういう仕組みだって別に作ろうと思ったら作れるのに、やっぱりそこまでこう踏み込まないみたいな、なんか一段飛ばしにじゃあ個人の政治信条みたいなものに対してどれぐらい介入するのかみたいな乱暴な議論がされてるっていうのはちょっとこうどうなのかなって今回やっぱ今回も30年前もリクルート事件といろいろあって政治改革叫ばれて、その時にできたのが今の政党交付金ですから、で同じようにあのフランスなんかも同様に汚職があって、それとただフランスはその時に企業献金全面禁止なんですよ。イタリアなんかはもう逆に政党交付金あったのがなくなってるんですよ。日本はどれもなくならずに新しく税金で300億円以上を手にしながら献金残りパーティー残し、まあさらに今回みたいな話だから、まあせめてどっか触るべきだと思いますけどね。その政治資金規正法の改正もこれまでもねいろんな事件を受けてやってきたと思いますけど、全部議員立法でやってるわけじゃないですか。議員たちが自分たちでやってる仕組み
に。でこれを今回変えない限りは無理だと思いますけど、政府にそこまでやるっていう胆力はあるんですかね。というか政府自体が官僚は閣僚はみんな政治家ですからね、まあ、それはやっぱ世間の目をね、うん、世間はそういう裏金云々、うん、ね、現生が飛び交うなんてことに対してものすごく、いやそうですよ、まあ、でも厳しく、あの、しかもマイナンバーとかインボイスとか、うん、どんどんやられてる感じですよ、どんどんやられてる感じがする。アメリカ大統領選挙なんか見るとものすごくお金かけてるわけで、ファンドレイジングとかもやるわけじゃないですか。だから政治にお金をかけることが悪いっていう議論はおそらく違うんだと思うんですけど、皆さん議論してるようにやっぱり不透明なお金っていうか、その裏で何やってるか分かんないみたいな使い方はどうなのかっていうことなんでしょ。だから大沢さんもそうだよね。キャッシュバックはダメなんで多分誰も言ってなくて、それが不記載であるという事実、そしてその支出の部分グロスの不記載は論外なんだですよ、入りの、うん、なんですよね。ここをやったらやられますよっていうのをわざとやってたとしか思えないっていうのが清和会の、ね、事件ですから、ここの部分はもう本当になぜとしか言いようがない。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。